なくなっちゃった。今日も元気そうで安心したわ。あら、触りたいの？でも私ともっと仲良くしたいって思って、やだ恥ずかしいわ。私ともっと仲良くしたいって思ってくれるかしら。こんな気持ち私の柄じゃないの？お姉さんに新しい衣装を着せたいの？いいわよ。ええ、嬉しいわ。さすが、女の喜ばせ方が分かってるのね。ええ、とても楽しいわ。楽しすぎて怖いくらいよ。すごいのね。あら、いいところに来たわね。このブレスレットつけてくれないかしら。あら、少しきついわ。ここの金具を少し緩めて。で、こら、ちゃんとお姉さんの話聞いてる？胸ばっかり見てちゃダメよ。あら、意地悪なのね。困ってる子には優しくしてあげなきゃ女の子にモテないわよ。嬉しいわ、ありがとう。あら、ありがとう。ひとまずは合格点ってところかしら。無理をするでないぞ。何事も無理は禁物じゃ。よしよし。よいのう。脅かすでない。心臓が止まるかと思ったぞ。困ったの。わしとお主の間に絆など今さらじゃが。いや、照れてなどおらんぞ。どうしたものか。新しい服とは気が利くの。これでイケメンハントに向かうとするかの。
したの？もしかして私のことが気になっちゃう？私を驚かせるなんて、反撃される覚悟はできてるのかしら。困っちゃった。ダーリン、聞いてくれる？少しずつダーリンとの絆が深まっていくなんて嬉しいわ。リアクションに困っちゃうわね。ダーリン見て、ダーリンのために新しい衣装で可愛くなったわ。調子は？私に任せてほしい。そして焼きそばパン。